現在形が使われるその他の場合で特に注意が必要なのが未来を表す副詞節で使われる現在形です。未来を表す副詞節、ちょっと理解が難しいかもしれませんね。 A の文からいきましょう。 Please give me a call when you arrive at the hotel。 ホテルに着いたら私に電話をくださいという文です。 Give me a call を when you arrive at the hotel が就職しているということはわかりますね。あなたが着いた時に give me a call してください。 give me a call の時を就職しているわけです。動詞句を就職するわけですから when you arrive at the hotel、 これは副詞節だというわけです。この中で使われるのは現在形なんだということ、それがここでのポイントです。よくよく考えてみればまだホテルには着いていない、だからもしかすると will あるいは be going to、 そうした未来表現が必要だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。でもここでは現在形が正解です。未来を表す助動詞の will、 これは何々だろうという表現です。 be going to もということになりますよという表現。でもこの文の内容を考えてみてください。ホテルに着いたら電話くださいというだけの話です。ホテルに着いた、それが事実であると前提を置いて、そうした前提が成り立ったら電話をくださいということですね。その意味の中にホテルに着いただろう、あるいはホテルに着いたことになるよ、そうした気持ちは一切起こってないことに注意してください。だからこそあなたがホテルに着いたということが前提であるからこそ、それが事実であると仮定するからこそ、ここは現在形になるという話です。何度か読んでこの現在形しっかりとマスターしてみてください。